古代日本の地方官制は日本国の古代の時代において施行されていた地方行政の制度である。701年に制定された大法律令で国、軍、里の3段階の行政組織に編成された。大法律令制定以前の地方官制は以下の通りである。大和政権の政治組織として市政制度が存在した。天才による危機や疫病などが 各地に広がり、盗賊や海賊が出没し、社会不安が広がった。社会の同様軍事的な手段で鎮圧する、武力的な措置を取った。節土市は地方軍政官の一種で、鎮章モチブ送兵を従え、自ら体験したという。任務は所管する、国々の軍団兵士の整備、訓練、兵器の製造、修理、兵糧の準備、軍事施設の整備であった。 軍団に挑発された兵士は、公民が主で、一国内の成人の3分の1が挑発され、100日に10日間、交代で勤務に就いた。税営の一部が免除されたものの、食料と武器は自便であった。節度市は天平四4年に設置され、同6年に任務を終了する。わずか2年であったが、解剖防備の体制を示した、備え変式を各国市に示した。この時の、 式は、後の規範とされた。太宰とか総領が、万道、数を、いを、きび、畜紫に設けられた。この二つの感触は、畜紫太宰が、水湖町に所見があるのを除くと、展示庁以降に属し、最後は、文部四年である。白月の絵配戦後の軍事緊張の高まっていた時期に、西日本の軍事的に重要な地域に置かれた感触で、あると考えられる。 中でも太宰は、キビと畜生に限って置かれている。同性、ある時期に、キビ道という行政区画があった。古史、畜生、豊か、小江などにも、道という行政区画がある時期が存在した。木管や和名省から見て、ある地域にある、機関同性が敷かれたと推定できる。それは、西日本や北陸に、軍事的に重要な場所であり、機関的には、 軍事緊張が高まった天時、天無朝の短い期間であったと推測されている。737年道のくとで和とを結ぶ道が開かれた、東北に対する施策。国分寺は国家鎮護のために、また国家平和を願って全国の両生国に建てられた。一宮制度も国画の在地支配のために、さらに一宮が在地を代表する神として、 民衆にも最も崇敬される神として位置づけられた。創者、創者は、在地支配のための政治的意味合いの強いものである。コンパクト版日本地名辞典、吉田主劇著、新人物往来者、1991年。ありがとうございます。